Hi everyone, welcome back to my channel. It's Ash from Kyoto, Japan. Recently, a jewelry designer living in and working in Kyoto won a first prize in a competition called Technical Grand Prix and became the best in Japan. So this time I want to go to his workshop and see how he creates rings and want to listen to his stories. Before we move on, make sure to subscribe to this channel and click the notification bell. Then, let's get started. Thank you.
That's how he creates simple rings. He usually creates more complex rings, but this time I asked him to create simple ones, but still it's delicate enough. Next, he will show us some of the tools he uses in his work. こういう細い、もうちょっと力を入れたら折れそうになるような、細いものとか、こういうヤスリとかですね。僕らの仕事ってもう 0.01ミリ、100分の1ミリの仕事なので、もうこういうノギスですね。 0.01ミリまで計測ができるノギス。 で、寸法を測って調整していきますね。このリューターっていう道具、物を削ったり磨いたりとかするのに使うんですけど、例えば磨きの道具でいうと、こういう工具を回して物を削ったり磨いたりっていう風にしていきますね。 金属を切るための糸の子であったりとか、やっとこ、金属を曲げるやっとこですね。これで金属をこういう感じで曲げたりとか、で切ったりとか、それをやす。 こういった道具を駆使してますね。あとは溶接、ロウ付けって僕らは言うんですけど、バーナー。これで
物を溶かしたりくっつけたり。まあこれ顕微鏡なんですけど、顕微鏡、拡大鏡なんですけど、もうこれでもうそれこそ 0.01 ミリ単位の調整であったりとか、あとまあ宝石を石止め、爪を倒して石を止めるんですけど、その時にこれでかなり拡大をしてみないと、まあ宝石が割れちゃったら絶対ダメですし、これで拡大して細かい作業はしてますね。こういう感じで覗き込んでやってますね。きっかけは、小さい時からプラモデルとか、まあ、物を作るのがすごい好きだったんで、まあ、何かこう将来も、物作り、なんかこう作ったりする仕事っていうのに何かに携わりたいなっていうのはあったんですけど、まあ、プラモデルとか、を作って、まあ、友達とか親とかに小さい時とか見てもらってもやっぱり喜んでくれるって感じではなくて、まあ、褒めてもらえるっていう感じだったので、どちらかというとこう誰かのために喜んでもらえるようなものが作りたいっていうのがあったんで、そこで高校生の時に、まあ、ジュエリーに出会うきっかけがありまして、で、ジュエリーの専門学校に入って、なので今で14年目になりますね。 When you actually started creating, did you find that you were suited for it? 最初の頃は、まあ、その上手くなりたいとかっていうのよりもやっぱり作るのが楽しくて、でそれでもう夢中でずっと作ってたんですけど、やっぱりクラスメートとか、まあ、先生とか、まあそのまあ、いわゆるライバルっていうものが出てきたりすると、やっぱりもっと上手くなりたいとかっていう気持ちはすごい湧いてきたので、もうそこからは技術っていうのを求めて、もうどんどんもうそれだけを考えて学生の頃とかは特にいましたね。 What kind of things are you creating now? 今は一番オーダーで多くいただけるのはやっぱりブライダル関係なので、マリッジリング、エンゲージリングが一番多いですね。あとは、リフォームとか、まあ、例えばお母様の、婚約指輪でもうデザインが古くなったものを、今時の新しいデザインに作り変えたりとか、あとはまあファッションリング、ファッション、ペンダントとか、もうおしゃれでつけれるようなものをもう全て一からオーダーメイドで作らせてもらってます。I heard that you participated in the technical Grand Prix. What kind of competition is it? まあ、技能グランプリっていうのは、そもそもこう職種がいろいろあるんですけど、まあ、例えば染色とか、建具とか家具とか、まあ、その中の僕が出場したのが貴金属ソーシング、まあ、いわゆる、ジュエリーなんですけど、でそれの、まあ、全国の一級技能士、国家資格一級技能士を取得されている方で、年齢制限もなしの、全国の職人さんが、技術だけを競い合うっていう、全国大会になります。 And you won a gold award. 金賞を優勝させてもらいました。そういうことですね。自信は、まあ、正直最初の頃は全然なくて、ただこの業界、ジュエリーの業界に入った時からのもう夢だったので、絶対これに出て、金賞優勝したいっていうのはずっとあったので、それまでのこう、普段の仕事からもうそういったことは意識してやってたんですけど、とはいえ課題が、9時間で一つのものを作り上げるっていう、その課題がかなり難しい課題なので、通常仕事ではまあ、2週間とか3週間とかかかるっていうものをもう9時間で作り上げないといけないっていうのが、もうスピードが何よりすごく大変で、なので最初は自信なかったですけど、まあ練習期間、課題が発表されてから3ヶ月間もう毎日
練習してたので、もうその練習の中でどんどん自信をつけていったっていう感じですね。 Some people get burned out after achieving their dreams. How about you? あ、まあ正直燃え尽きてる時間がないというか、まあなんせ3ヶ月間もうその練習に全てを費やしてたので、今ストップしていたあのご依頼いただいているオーダーがもう今すぐにでもやらないと納期が間に合わないので、もうそれに今追われてるっていう状態で、まあホッとしてる余裕は今はなかったんですけど。This is the end of this video. What did you think about it? If you have any suggestions or opinions about it, please leave your comment in the comment section below. And if you like this video, don't forget to subscribe to this channel and don't forget to hit the like button. Catch you guys in the next video. See you. Janet.